お互いにハンバーガーの名前を和風変換でポンって出しまして、うん、それが一致したらそのハンバーガーは消せる。消せる。一致しなければそのハンバーガーは食べきらなければ1個ずつ1個ずつ。うわー結構きついぞ。はい、せーの、揚げ魚焼き。うおどら焼きみたいなの。いや見た目揚げ魚やか。パンを無視すなよ。それでは3種類目ビッグマック和風変換第1回目、せーの、梅肉どら焼き。あヤンゴトが出るってん。そうやな。いや三島ねを使ってんねん。ヤンゴトね、ヤンゴトねみたいな。もうヤンゴトなきをちょっとなくしたんや。肉どこ行ったん。ないよ肉なんて。ビッグマックやねんから。肉入ってるやん。いやそれ全部ビッグマックもそれだし。ああうまいね、頼む率高いな。うんうん、一番好きかも。うん、困ったらビッグマックよ。もうコンビ組んでもうこのハゲ10年ですから。10年間同じ釜の飯を食って同じネタしてやってきた。揃うやろビッグマック1個ぐらい。ビッグマック1個揃わんかったらもうやってる意味ないからね。恒例企画にしたいけど1日1回しかできへん。何本取るかは無理っすね。もうめっちゃ10秒測って、せーの、もう基本に通ってビッグを、俺はビッグをビッグはお主のやつ使おう、そのまま残し。え、マックはまたあのドア玉でお主。あー、え、なになに、ドア玉でお主で気づいてくれ。わかったかな。もうこれきついって。伝わったやろ、でも今ので。どっちのこと言うてんの。いきましょう。はい、それではビッグマック第2回目和風変換、せーの、ヤンゴト二昆布。よっしゃーよっしゃーよっしゃー。無理無理、もう無理もう無理よ。耐えたー、言ったやん。これ耐えた、これはほんま耐えた。ヤンゴト二昆布めっちゃでかかったもん。いきまーす。チーズバーガー。きた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 。これで言ったらここがダブルチーズバーガー。これはもうダブルチーズバーガーじゃから。それは覚えとこう。これはチャンス問題。きた。さあ4種類目、チーズバーガーの和風変換参りましょう。せーの、伸びちち肉どら焼き。よし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 。ダブルチーズ2個食った甲斐ありますわ、これ。はい、さあ来い。来た、ハンバーガー。しっしゃー。はい、来た。行きましょう。ハンバーガー、和風変換、せーの、肉どら焼き。よっしゃ、よしよしよし、これチャンス問題。よし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 、頼む頼む頼む。うわー、照り焼きマックバーガー。うわ、マジでも合わんな、これ。三島がどう考えるかやな。三島がどう考えるかをちょっと推理しよう。焼きをどうするかやな。6品目ですね。はい、テリヤキマックバーガーの和風変換、せーの、甘辛醤油甘だれ2昆布2昆布どら焼き。2個入ってる。あー、輝き甘だれ甘辛醤油。輝きって何。テリだよ、テリ。あ、テリの部分じゃよ。あ、肉入れてた。バーガーは肉どら焼き、もう肉おろし入ってないよ。おろしのバーガー。うわ、これ1個前にこの味食べたかったよ俺。確かにな、これ欲しかったな。照り焼き欲しかったよな、2個前。もうでも2個前でもう最初やろ。これ一番食べやすいかもな。圧倒的に食べやすいな。うまいよ、ね、できてるな。これポテトとかも食べたくなるな。うまいわ。でナナゲットとかその三角チョコパイとかも入れて次やりたい。サイドメニューで次今日20種類終わらすから。次って何ぞや、おぬし。おぬし喋らんといて、次。わかった。今俺も入ってる、今。企業減らしな。いや、やめてやめて。いや、今もう撮影だった。確かに。ダメよ。じゃあ8秒ね。8秒。
じゃあちょっとお考えの刻、相談の刻、いいですか。8秒ですね。8秒、2秒減らして、用意スタート。さっきの三島の回答そのままで、うん、輝きの部分だけ変えます。輝きを違う言い方します。わかりました。それでいきます。あ、終わり。8秒。あ、これやろ、これしかないやろ、これは絶対合うはず。いきます。はい、それでは参りましょう。照り焼きマックバーガー和風変換2回目、せーの、きらめきやがった。なんやねん、なんやねん、きらめくって。輝きのなんやねん、とろりって急にとろっとしてるやろ。だってよ、甘だれは大体そうやろ。輝きを変えますって言ったら輝く方面で考え、なんやとろりや。甘だれ大体とろりやねん。いやいや、ちょっときついな。何個目って、何個目よ今日。6個目 ?7 個目。それでは。いただきます。ギブで。ちょっと、すいません。何がギブやねん。今日はここまで、今日は一旦食えよ、食えよ、食えよ、お前山ほど用意してくれてね、まだまだ。いや、言ってくれて、ちょっと嬉しがってるやん。にんまりしてるやん。嬉しそうに。いや、ちょっとすいません、もう無理です。さっきの照り焼きでも限界を迎えまして、何個食べました。6個食べました。5個食べました。6個食べまして、5個かな。しょぼすぎるやろ。これ6個目ですね。これぐらい食えるやろ、これが6個目。5個食べたところ、ちょっとそれなしはもう無理ですね。お肉。ギブやつ、ギブ終わりなのよ。ギブしてるから。いや、普通に食べるよ。なんじゃこいつ。何の意味があんの。何の意味があんの。コーラ言ってる。アメリカ人。完全な。和風アメリカ人。え、次飲み物やる。今日はやらんて。ちょっとね、この企画なんかやってても面白いんで、またちょっとマクド再生後日改めてやらせてください。ちょっと今日はもう、いやいや、情けない。5個やで、バーガー20品行くって言ったけど、もうちょっと全然無理ですね。これまた別日に、恒例企画としてちょくちょくやらせてくださいということで、マクドの苦しい浜亀に20種類、和風で会うまで帰れませぬは、あ、それがしのギブアップということで、こたびはここまでといたします。それではまたお願いします。うわうわきらめきやろ。